あ、できた。よいしょ。はい。はい、皆さんこんばんは。ドラゴンクエスト10第5期初心者大使の上原りゆきです。今日もよろしくお願いします。ようやくキーエンブレムに進みます。今日はガートラントです。まだね、ちょっと階段のとこでね、なんかそう、マリーンさんがそう、ガートラント城にたどり着いたリユキはぶつかってきた男に財布をすり取られてしまったが、通りがかった賢者マリーンが財布を取り返してくれた。そう、そんなことがね、ちょっとあったんです。はい、ということで続きから、多分お城に行けばいいんだろうなという感じ。そう、マリーンさんに財布を取り返してもらったんです。申し訳ない、キーエンブレムまだ7つ目です。いや、これから怒涛の配信がきっとあるだろうな。多分これからしばらくはキーエンブレム配信になりますね。懐深きグロスナー王。いやー、ちょっとじっくり進めたくなっちゃうタイプなので申し訳ない。怒涛ね、あ、怒涛楽しみにしてもらってる。怒涛の寝坊。あ、クロスナオは3階に。はーい。あ、堀さん。いやー、怒涛の羊。強かったですよね、移植前は。強かった、すごく。うん、はーい。あら、出前配信しようって、食べながらってことですか。いや、生堀神にあった感想をお願いします。多分ね、昨日の配信で結構しつこく感想言ってる気がします。あ、米ビュー入ってます。うん、なんだ、何の音だ。もうすぐ王様のとこ行った方がいいですか。どうしよう。なんだろう、多分洗濯物が終わったのかな。終わってガチャって鍵が外れた音かな。ラップ現象なのかな、なんだろう、多分洗濯物だと思います。ヒーローズ2、いやー、やりたい。すごい、昨日のねヒーローズ2の生放送見てからすごいテンション上がっちゃって、めちゃくちゃ楽しみです。なんだなんだ、広告ありがとうございます。当たり付きだって、福の神当たり付きさん、すごいですね、福の神さん。あ、アロルド、急な呼び出しにもかかわらずこうして来てくれたこと感謝する。
厄介な問題なんですかね。強い者たちがいなくなる。マリンドの、あ、マリンさん、さっきの、さっきじゃないけど。癒しの術で名高い賢者マリンド。あ、アロルドとマイユさん、あ、あれだ、うん、前のリーナさんの配信の時の。うん。パラディンの輸送団。あ、プレステ4持ってます。いいこと生きがいにしてますね。すごい。あ、覚えてたんですね、マリンさんも。王様の後ろ通れない。あ、通れた。あ、本当だ。ありがとうございます。やった。強い人だけがいなくなるってどういうことなんだろう。強い人のエネルギーを集めてるみたいな、そういうことかな。パワーを集めてる強い人の。ザマ、ザマの方。
ちょっといろいろ見てきたいな。あ外に出る前にサポートの方を連れてこよう。あ、行けないのか。まだ見れないのかな。つんさんの手紙？最近のやつとか？何見てない。一番最初に来たやつしか見てないです。チーム名まだ考えてませんよ。あ、でもどうなんだろう。他のメンバーはちょっと考えてたりするのかな。ん？はい、なんだろう。チーム名って何期とか第5期みたいな入れた方がいいんですかね。どうなんだろう。あ、でもなんか言ってた。ちょっと話しました。そういえばこの間。でも多分まだ内緒の方がいいやつですよね。旅芸人ゴキブリはやだな、やだな可愛くない。あ、ご機嫌とかならいいかも。あ、この人がピュージュさん。ケキちゃん、あれ？え？怖いよ。この世界ではなんか有名なぬいぐるみなんですかね。有名っていうかメジャーなぬいぐるみなのかな。あ、このピエロの方は未だに謎なんですね。へえ。あ、外伝やればわかる。おお。外伝もやりたいですね。あ、
キノコだ。キキちゃん、キキちゃん大事にしてあげて。すごい。すごい19,000だって。でもこっちの方がすごい26,000。え、これ倒せるやつかな。これは倒せるやつ。レベル的に厳しそう。サポ次第。さんがやってた。へえ。じゃあちょっとやってみよう。ちょっと仲間を。魔法。賢者僧侶。あ、キムハルさん今倒してるんですか。お、お、これはこれは松井さんも一緒に狩りをしてくれるっていうことなんですかね。壁に覗き穴があるかもって。あ、一旦お金を預けて。そっか、お金預けるとサポ雇えない？あ、でもフレンドにするので大丈夫かな。え、で松井さんはなんだ？あ、フレダとサウルスきつい？あら、あ、そっか、松井さんプレイ中だから借りれないのか。ガートラントにいる。お？入れてもらう。
入れてもらいたい。参加したい。狩り場は一緒。お、あ、でも始まってるとき、もう始めちゃってたら私が途中から入ってもあれなのかな。どうなんだろう。可能か、そうですね、合流かどうか分かんない。あ、どうなの、もうすぐ終わるとこかな。合流、あ、ち、あ、待って、ち、でも大丈夫ですか。断れない。そうやって聞かれたら断れないか。え、どうしよう。いやでも、どう、うん。どうしよう。え、さあ、誘われるのを待った方が。お、来た来たって。なんだなんだ。外出たら、外、あ、どうしよう。外に。で、道がこうか。よし。開いた。開いた。目立ちますね。やった。イエーイ。あ、私も受けた方がいいのかな。あ、ありがとうございます。わざわざ町まで来てくれたんですね。ありがとうございます。待って、受けるのか。あ、違う、待って、あ、受けてたっけ。受けてたよ。受けましたよね。待って、ん？うん、受けてる。オッケー。ゆきのがポイント高い。私のがポイント高いから受け直した方がいい？どうなんだろう。え、え。あ、今日のじゃないんだ。あ、なるほど、了解です。え、後でまた受けると二度手間になっちゃわないかな。大丈夫かな。
B にいるんですね。時間かかるかな。あ、配信のベフォイ。あ、わかるだ。物理だからスクルトを入れてもあれですね。あれ？なんでなんでなんだ？離れすぎた。怒りなんだ。なるほど。今枠を取ってるんですね。あ、応援してもらった。
鍵を使った。喋れなくて申し訳ないです。ちょっと難しいな。確かに時間変わりますね。カメラの速度変更ができるんですか？そういうのは。カメラリセット。持ち歩いてたよ。申し訳ない。近い。確かに
服二人兄弟みたいで可愛い。あー確かに。不気味な光。動いてるかな。よかった。おたけび。ああ。なんか基本的にパッシブの方に振っちゃってるので、あんまり技取ってないかもしれないです。あ、すいません。マナーモードにしておくの忘れちゃった。多分事務所だと思うので書き直します後で。すいません。刃の防御された時におたけび。おう。ちょっと刃の。あ、ありがとうございます。君は僧侶でも割と使う。おお、魔法のパッシブ。パッシブか。じゃあ、どうやってね。どうなんだろう。あ、後で確認します。ちょっと。食べ替えはちょっとやってみたりしました。
チャットでね、お礼言いたいんですけど、なかなかちょっと、この、なんだろう。間に合わない。そうですよね。持ち替えが、次こそ間に合いたいな。こんばんは。ちょっと全然話ができてなくて申し訳ないんですけど、ちょっとただ私が黙々と飼ってるだけになっちゃう。本当に定型文、定型文これか。フレンドになってるかな今。どうなんだろう。あ、これでこれか。あ、なるほど。仲間になってる？仲間になってる？ちょっと待って。わかんない。仲間だけになってましたっけ？あ、ちょっと終わってから。あ、ありがとうございます。待って、待って待って。これか、これだ。あ、違う、待って。決定ボタンが違う？決定ボタン Y これで、これ Y これで、これか。あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ちょっと次からやる。あ、私も一緒。あ、待って間に合わなかった。的な場合は祈りはいらない感じですか？どうなんだ？回復量と相談。あ、祈りありでコイン。あ、待って。あ、違う、待って、これだ。
祈りデフォルミで MP 節約。じゃあ祈り。そう、ホイミね。確かにホイミでこと足りってこと足りる。賢者の方の MP も回復しといた方がいいですね。あ、きつく。腹がしびれている。これサポの方の MP も、あ、でも大丈夫なのかな。1の職も多分残り1個ぐらいかな、2個ぐらいかな。40か、39までか。じゃあできるのもあるよ。
キラポーン。私も喋って。どうしよう。何喋ろうかな。何喋ろう。なんかコメントが全然見れないな。なんだろう。なんで見れないんだろう。初めて1ヶ月経つけど感想は？感想、やっぱりなんだろう、ドラクエらしさがすごいあるところと今までのドラクエにないところがやっぱどっちもあるので、なんかドラクエらしいところは、ね、今までのシリーズ通りすごく楽しめてるし、ドラクエの今までのところにないところはやっぱね難しかったりしますね。特に戦いとか難しい。でもすごい最初に思ってたよりにドラクエらしさがすごくあって、やってよかったなって感じはすごくします。連打シナリオもいいんですね。楽しみ。私まだ壁をやったことがあんまりないですけど、でも見てて難しそうだなっていうのはすごく思います。ほんとそうですよね。コマンド式でなおかつこうなんだろう、アクション要素もちょっと足してってすごいあれですよね、システムですよね。連打行けばバトルレックス仲間にできる。お、ドランゴ？もう終わったんですね。あ、じゃあ一旦報告しに行って、でそれで新しく今日のやつを受け直した方が良さそうですよね。ちょっと一旦聞いてみよう。どう？あ、終わってからでいいか。戦いはそうですよね、賢者の意味が。
しよう。ありがとうございます。ちょっと待って待って待って、あ、これやってる時に雄たけびでしたっけ、なんだっけ、忘れちゃった。誰を狙ってるんだろう。不気味な光がね、まだ覚えてないんですよ。会いたいな。この方が良かったりする。あと4でしたっけ。4待って、4だったかと思った。あれ4ですよね、確か。キマルさん終わってるんですよね。3終わってるんです。今日の一旦です。いや、ありがたいですね。これか。誰を狙ってるんだろう。賢者のどっちかかな。賢者頑張る。私裏変えられないか。確かに、キマルさんって打ったら長いから90で短縮した方がいいですね。こっち見ながらキマルさんの温泉にしてる。お、あと3匹だ。
かに壁練習になるかもですね。壁か。あ、メタルキーだ。始まった。お、こんばんは。誰に怒りなんだろう。あ、かわいい。あと2匹だ。立ち見見えてます。ラストですね。よし。ありがとうございます。
しょう。ん？あ、メタルウキ。どうしよう。メタルウキしますか？そうですね。いやー、ありがたかった。ありがとうございました。どうしようかな、メタルーキー。メタ、もうさらばキーエンブレムになっちゃうな、本当に。どうしましょう、どうしましょう。まあでも今はレベルよりストーリーかな。え、あ、アロルドさん、アロルドさん、どうしようかな。今日はストーリー行きます。今日はストーリーでキーエンブレムをゲットするまでやります。あ、サポ。あー、忘れてた。よし、ここか。あ、お金が、あ、今は足りるか。後で預けなきゃ。バトルマス、あ、ん、待って、誰かいるかな。お、いる。リーナさんも武道家？あ、おー、どっちも武道家か。
じゃあもう一人何がいいかな。魔戦？旅？旅？旅が多いかな。倍使える職？まあ、いっか。よし、じゃあこんな感じで。ザマ、ザマの方に行くんですよね。ここか。よいしょ。うん。ザマ、北のザマ。放火台？イントネーション違います？馬車で行ける？あ、すごい寡黙な方ですね。乗ってく。緊急時が近々来るんですかね。あ、まゆさん。あ、アラルドさん。あ、強い人がいなくなるあれですか。魔術師みたいな。魔術師みたいな人が強いパワーを集めてるみたいな。全部施設か。お金預けます。置いてきてない。
忘れてた。はい。じゃあ王様のところに戻ります。3階ですよね。出たとこが、で、こうか。おう、パラディンの？あ、うん、BGM。 あまり強くないんですかね、この兵士長は。連れ去られていないということは。賢者をバカにしてるな。あ、昔は強かった。おお、昔はガートランド最強クラス。おお、海賊のアジト。
白いベールなんだ。ガートラント領を南東に抜け、ギルザット地方を東、ギルザットを東、まずいけるでしょうか。逆か。おうおうおう。場内で迷ってます。いやでももう大丈夫。ギルザット地方、よし。いや、一旦越えてからかな。越えなくてもいいよ。逆に越えない。お、こんばんは。馬車で行ける？海賊の味とか。あ、逆か。ん？宝箱だ。
人がいる。これにしよう。おい、今はですね、海賊の、あ、ガートラントの、キーエンブレムで。お金、1000だから大丈夫かな。ガートランドのキーエンブレムで、アロルドさんがさらわれてしまって、海賊のアジトに向かっているところです。ここが隠し通路。確かに人がいた感ありますね。